陰陽師、式神を召喚し魔物を退治する呪術師、その代表格が安倍の生命、そんなイメージを持つ人もいるんではないでしょうか。この伝説的な安倍の生命はどんな人で何をしたんでしょうか。そしてなぜここまで有名になったんでしょうか。タリアのジョーンズ。本題に入る前に少し安倍の生命が通じていた陰陽道について解説していきましょう。陰陽道のルーツは中国に遡ります。5世紀から6世紀頃、中国で発達していた自然のありとあらゆる現象を陰と陽、男と女、天と地など完全に相反するものによって成り立つとする陰陽説、そして自然の現象を気、火、土、金、水、この5つの要素からなるというふうに考える五行説、この2つが組み合わさった陰陽五行説をベースにし、奈良平安時代の日本で成立した呪術や占いの技術の体系というものが陰陽道でした。主に易学であったり、易数であったり、時間、天体観測などを行っていました。こうした技術というのは当時最先端の科学技術でして、国が直接この陰陽道の担い手である陰陽師を養成し、自然災害であったり日常生活の吉凶というのを占いました。陰陽道は大きな影響力を持ち、天皇や公家など貴族の日常生活を支配していたというふうに考えられているのです。そしてその数多いる陰陽師の中でも突出した実力を持つというふうに言われているのが安倍の生命になるわけです。921年に生まれたとされる安倍の生命、生まれは香川、大阪、茨城のどこかというふうに言われており、詳しいことは分かってはいません。また若き日の生命が何をしていたかということは文献等では確認することはできず、ほとんど明らかになっていないのです。確かなこととして960年、生命が40歳の頃には牧占、すなわち占いを専門とする役所、陰陽寮に所属する陰陽師であり、その中でも天文特号賞だったと言われています。この天文特号賞というのは天文道におけるトップの天文博士が教える学生の中で特に成績が優秀な特待生のこと、まあ、あるいは上級コースのことというのを指していました。ただ40歳というのは、まあ、今でもですけれども当時としてはかなり出世が遅い方というふうに考えられていました。というのも当時長官である陰陽の神は天体観測から地上への影響を考える天文道、そして暦を作成する暦道、そして陰陽道、この3つの部門を全て扱う鴨家が独占しており、安倍家出身である安倍の生命が出世するということはかなり難しかったと言われています。生命はですね、才能がありつつも出世できないということで悔しかったんじゃないかなと思います。しかしですね、その後生命の師匠とも兄弟子とも言われる鴨家出身の天文道のトップ、天文博士となっていた鴨の安則から天文道を継承した安倍の生命、徐々に生命の才能に磨きがかかってきます。主に天皇であったり貴族のために牧占を行ったり、祭祀や行事などの日程を決めたり、日々の出来事の吉凶を占ったりしていたわけです。空をこう移りゆく星であったり雲を観察することによって宮廷でのですね、異変であったり、あるいは遠方での吉凶を占ったわけですけれども、次々に的中させていくんですね。この時にですね、生命が式盤という、こう占い用の盤を使って占うことから、まあ、式神であったり呪術で魔物を倒すと、そんなイメージが定着したと考えられています。例えば今昔物語とか宇治周囲物語っていうですね、この説話集の伝説によるとですね、安倍の生命は式神や呪術をですね、自在に操ることができたと書かれてるんです。必要に応じて式神をいろいろ作りましてですね、お茶汲みさせたり掃除させたり、こういろんなことをさせてたと言います。まあ、ちょっと羨ましいですよね。他にも安倍の生命がお寺を訪れた際にですね、この式神を使えば人を簡単に殺せるのかと言われまして、生命はですね、まあ力を入れれば虫ぐらいは殺せると、ただ殺せるんだけれども無益なことはしたくないというふうに断ったわけです。するとですね、目の前をカエルが池にこう跳ねて飛んでいくわけです。ここで本当にできるんであれば、あれ殺してみてよって、こういうふうに言われちゃうわけです。仕方ないなというふうに言いましてですね、そのそこら辺だった草の葉を取って呪文を唱えまして、でその草の葉をですね、カエルに向かってパーンって投げたわけです。するとその草の葉をですね、ペタッて張り付いたカエルがですね、ぺしゃんこになって潰れたっていう、まあ、こういう伝説が残ってるわけです。ちょっとこれどこまでがまあ真実かわからないんですけれども、こういう数々の伝説を生み出すぐらいですね、
安倍の生命っていうのは才能にあふれた陰陽師として、まあ、有名だったんじゃないかなというふうに考えられています。そしてこの頃生命は空の異変を見て火山天皇の退位を予兆したと言われていまして、さらに貴族から絶大な信頼を得るわけです。朝廷内ではですね、歴道の鴨家に対して天文道の安倍家として陰陽寮を支配するようになります。こうして生命は徐々に陰陽道界の頂点に上り詰めていくわけです。52歳の時にはですね、ようやくその天文道のトップである天文博士に任命されまして、20年以上その任にあったと言われています。そして75歳になった頃、一条天皇から信頼を得まして、クロウドドコロ陰陽師を務めたと言われているんです。クロウドドコロ陰陽師って何かというとですね、宮廷内の全てを取り仕切る最重要機関であるクロウドドコロ、ここに所属しまして、天皇から選ばれた者のみがなることができるよりすぐりの陰陽師のことをクロウドドコロ陰陽師とこう言いました。平安時代の右大臣藤原の宗忠の日記によるとですね、陰陽道の最上位にある者だけがクロウドドコロ陰陽師になれると、こういうふうに書かれているわけです。まさにこうしてですね、安倍の生命が陰陽道の頂点というふうになったわけです。ただですね、天皇だけに仕えていたわけではなくて、藤原氏からも依頼があれば、まあ、答えました。藤原の道長の日記によるとですね、生命の呪術によって大雨が降りまして、朝廷からですね、感謝とともに褒美が授けられたと、こんなことも言われています。そしてそんな最強の陰陽師として天皇貴族のさまざまな要望に応えた後、生命は戦後年に85歳で亡くなったとされています。当時としてはかなりの長寿でした。しかし疑問は残るんですよね。安倍の生命はですね、本当に突出した陰陽師だったわけですけれども、もちろん天才の陰陽師っていうのは他にもいたわけですよ。なぜこの安倍の生命だけがですね、ここまで有名に伝説になったんでしょうかっていうことなんですけれども、実はですね、これ彼の死後にきっかけがあるんですね。平安時代と室町時代ということなんですよ。最初に安倍の生命を一躍有名したのが安倍の安親という人でした。この安親はですね、安倍の生命の5代先の孫で、生命の死後約100年後に生まれています。時代としてはこの平清盛が政権を握った頃に陰陽師として活躍したそうです。安親はですね、占いの的中率っていうのがものすごく高くて尊敬されてたわけです。まるでですね、指を刺すように当たると評判でですね、刺すの御事と呼ばれていたみたいです。例えば1179年10月14日のことでした。金星の動きを観測していた安親、大きな政変が起きるとこう予測するわけです。すると平清盛が後白河法皇の院政をですね、中止するっていう、こう政変が本当に起きまして、安親の占いが的中するんですね。そんな超当たる有名人だった安親がですね、自分の祖先は安倍の生命と言います、こういうふうにアピールしたわけですから、もちろん有名になるわけです。平家物語にも登場するですね、100年後のスターのおかげで、また伝説として歴史の表舞台にカムバックした安倍の生命、本当にこう伝えようとする人の熱い気持ちがないとですね、歴史の中に埋もれちゃうなってい いい例かと思います。ちなみに平安時代関連で紫式部であったり藤原光長の解説動画もありますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。チャンネル登録者100万人目指していますので、ぜひ応援よろしくお願いします。通知設定もお忘れなく。タリアのジョーンズでした。ポンピ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 ポン